おいっす、こんにちは。今日はね、何の話なのかっていうと、まあ、ちょっとね、みんなにね、アドバイス欲しくて、俺さ、まあ、新居に引っ越したじゃないですか。で、8月10日、今日洗濯機買おうと思ってるんですよ。で、どんなの買うか迷ってて、まあ、具体的には、その、ドラム式の洗濯乾燥機、乾燥機能がついてるやつを買うか、それとも普通の縦型の、まあ、洗濯して干すっていうやつにするか、これどっちがいいかなって迷ってるわけなんですよね。で、そのまあみんなの意見聞いて、決めようかなって思ってますね。で、もう今日みんなのコメント見たら、もう8月10日今日を買いに行くから、ちょっとね教えてほしいっていうわけなんですよね。で、俺のじゃあ本題なんだけど、まあどんな洗濯機を俺自身の中で買おうって思ってるのかっていうと、とりあえず値段の上限値っていうのは、まあ15万が限度だと思ってる。で、まあ上は15万なんだけど、ただ安ければ安いほどいいなっていうふうには思ってるんだよね。だからとりあえずマックスが15万ですと。で、その次に求めてるのが、まあめんどくさくないこと。だから、まあ本当めんどくさくないことだよね。めんどくさくないこと。洗濯ってめんどくさいからさ。で、その次が、ちゃんと、乾かせることっていうことなんですよね。まあ生乾きの匂いがしないことって言えばいいのかね。だから上限15万、手間がいらないで、かつ生乾きの匂いがしないっていう、俺この3つが俺ポイントかなって思ってんだよね。で、今の3つのポイントってさ、その完全にドラム式乾燥機じゃないですか。で、俺今どっちかっていうとドラム式乾燥機、洗濯乾燥機の方欲しいなって思ってるんだよ。だってさ、まあまあ値段は高いかもしれないけど、その分洗濯の手間暇っていうのもいらないし、生乾きの匂いっていうのもさ、まあしなさそうじゃないですか。だからそれがいいのかなとは思ってる。ただそのいろいろ調べていく中で、その縦型洗濯機もいいなっていうのに気づいたんですよね。で、なんでかっていうと、まあ何より安いじゃないですか。まあ、本当にさ、俺なんてさ、一人身だからさ、洗濯物なんて出たとしても、もう下着ぐらいしか出ないわけじゃないですか。俺、仕事で使うシャツってさ、毎回クリーニングに出してるから、そこかに関しては何もいらないんだよ。っていうことは、何？下着と靴下と、あとたまに、そのジーンズとか、寝巻きを洗うぐらいなんですよね。って考えるとさ、ほとんど、さあ、ちっちゃいやつでいいじゃん。縦型の。まあ、5キロとかでいいわけなんですよね。で、って考えると、その、縦型の洗濯機って安いからさ、まあ、3、4万も出せばいいやつ買えるじゃないですか。で、片や、その、ドラム式買って15万。で、片や縦型で3、4万ってなると、10万以上違うわけなんですよね。で、とりあえずこれが値段が1個なんですよね。で、あと、その、手間がかかるかかからないっていう話なんですけど、その縦型ってさ、まあ確かに洗って手間がかかるじゃないですか。干す作業があるからね。干す作業もあるんだけど、これもまた、俺一人身じゃないですか。っていうことはさ、さっき話したけど、洗濯物の量が極端に少ないわけなんですよね。って考えると、毎度、その、干すのってさ、労力なんていらないじゃん。なんなら、5分ぐらいあれば、洗濯物ってできるわけじゃないですか。干せるわけじゃないですか。そう考えると縦型もありかなって俺今日思ってるわけなんですよね。で、ただここで一つ問題がありまして、生乾きの匂いがするかしないかっていう話なんですよね。俺結構洗濯機選ぶにここ一点の可能性があって、俺も本当ね、生乾きの洋服っていうのはもう着れないんですよね。だからもう生乾き一瞬でもしたものっていうのはもう捨てちゃうっていうことをしてて、生乾きが本当に絶対ダメなんですよね。って考えるとさ、その完全に乾かしきれば生乾きがしないっていうことじゃないですか。ただその縦型洗濯機の場合だと、まあ干すっていう作業があるからさ、天候にも左右されるし、大丈夫なんかなっていう心配があるんですよね。で、片やその洗濯、ドラム式洗濯機、ドラム式洗濯機の場合だと、まあ、乾燥機能ができて出るから、まあ、大丈夫そうじゃないですか。うん。で、ただ結構情報を集めると、そのドラム式洗濯乾燥機もの乾燥機能って弱いから、
別に大したことないよっていう意見もあるんだよね。で、まあ結構あのドラム式洗濯機持ってる人に聞いてみるんだけど、結構何人かに聞いてみたんだよ。そしたらあの少量だと乾くんだけど、まあ物によっては結構微妙な場合もあるよっていう風に話してたんだよね。で、あとその店員さんに聞いてみたら、この結局そのドラム式の場合だとなんかドライヤーを当ててるみたいな感覚だから、俺が求めてるっていうのはそのガスが、あのクリーニング屋にあるそのコインランドリーにあるぐるぐる回って乾かして温風出てるやつなんだよ。俺あれぐらいのその乾きが欲しいんだよね。そうするとドラム式洗濯機じゃあんなもん出せないっすよみたいな話をされたんだよね。で、だったらその外に干して天日干しした方が匂いっていうのは防がれるんで、あ、まあどっちがいいんすかねみたいな話はしてたんだけれども、どっちがいいんすか結構生乾き一点勝負になってるんだけど、ちょっと皆さんね、あの感想を教えてください。うん。あとなんかね、縦型の洗濯機の場合だとサーキュレーターっていうのかな、まあでかいその扇風機みたいなのを買ってしまえばそれ当てとけばいいよみたいなことはなんかアドバイスもらったんで、どっちですか真実はどっちなんですか、うん、っていうことでね、あの今日この動画撮って、あのみんなのコメント見たらもう今日買いに行ってもう買いに行くから、多分明日にはもう着くぐらいのレベル感で俺やろうと思うからね。だからちょっとね、皆さん教えてもらえればと思います。ということでね、今日はありがとうございました。バイバイ。